にきっと共通点があるのかなって思うので発見していきたいなっていう。急に意識を失って倒れてます。26日間も意識がなくって、命が助かったとしても植物人間になるだろう。こんなにしんどいんだったら生きている死んだ方が楽なら。がんが再発をしまして、私はもう死ぬんだなっていうの。苦しみの中で彼らが出会ったものとは。私が頑張ればどうにかなるって思ってたんですけど、神様に委ねて素直になったらいいんだなって。悲しいから喜び。あの事故で死んでてもよかったなって思ったんですね。でも生かされた。今日一日一生をやっぱり生き切ろうと、やはり悔いのない生き方をしたいなって。なんか勇気をいただけたんですよね、その方たちの生き方に対して。本当にすごい奇跡が起きたんだなって、その時が一番心が動いたというか。これは信仰によって奇跡が望んだ人たちの物語。奇跡との出会い、それはあなたの人生にも起こる。